速稼塾の久保です。今祈祷師のねバリアンさんのところに来て一人ずつ祈祷をお願いしてるんですよね。ものすごく運気を上げてくださるっていうことなんで、私も前回受けてたんですけども、本当にいいことばっかり起きてるのはバリアンさんのおかげかなと思ってるところでございます。ところでね、この辺りの家といいますか施設っていうのは結構動物が多いんですよ。ワンちゃんもゴロ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 ね歩いてますし、ニワトリとヒヨコが結構いらっしゃったり、今ニワトリの車です、あれ行ったのは。ニワトリがいっぱい乗ってました。で猫がいたり、さっきねネズミがちょろちょろちょろとあの屋根をこう走っていったりとかね、非常になんか昭和30年代を思わせるようなね風景かなと思います。そう、暑いですね、暑い。でちょっとこうドブはね水は流れてないんですけど、こんな感じになってきて、これから交通整備がされていくのかなと。であとはこうねお供え物がある提灯というかね、見てください、こういうのが日本のお盆みたいですよね。まあこんな感じでバリアンさんの家の門という感じかな。はい、じゃあ行ってきます。